さんどうもタイガーです。お疲れ様です。すいません、先に言っときます。2080ぐらいまで行ってから撮影しようと思ったら神マッチングで2070ぐらいから2100踏んじゃいました。というわけで今回ですね、リプレイですね、履歴に残ってるリプレイを全試合解説したいと思います。多分8000ぐらいあるかな、7-8000ぐらいで、お会いでサタンですね。で今回やっていた固定、いろんな固定やりましたが、最終的に落ち着いたのはポセイドンゴーレムガールでした。まあ、砦をですね取って、でこれね、第3狙ってないです。この方何回も当たったんですよ。この時多分 3,4 回目ぐらいなんですけど、マッチングが全部ね結構ゴリゴリに攻めてくるんで、ただすぐサタン来るんですよね。なんで砦取らなくても、取るコストで大砲とか打っちゃうよりはこのサタンしっかりカウンターしてった方が絶対に効率いいかなと思って取ってません。下からゴーレムガールで、アマゾネス1本だけ合わせてあげて、下ロックマンですね。管理にはロックマン横なんで跳ね返されないんで、さあ第一弦2発打ってくれた。であとはゴーレガが頑張ってくれたらいいなって感じで、これクイーンが来たんで、クイーンに対してポセイドン、まあアマゾネス別に切らなくても足りるよねと。ゴーレガも生きてたし、まあもう死んだけど、でカニだけ出してあげて、カバーしてあげて、でここがカニですね。ウサギにカニ、アマゾネス合わせたけど重ね見せてますね。まあ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 、もうコストも普通にいっぱいあるんで、そのうちまあ勝てるでしょうと。取り手を取って、後ろはカニで見て、相手のカニはもうポセイドンをやってくれるよねというわけで放置して、ロックマン倒さないでゾネストバサカで取り手を狙いに行く。ただここでね、ネズミ剣士で出されちゃうんですけど、アマゾネスがまあめちゃめちゃ強いんで倒してくれて、取り手も狙いに行って、まあ綺麗に守られてはいるんですけどね。ただこうしっかり取れて、最後はこれが完全勝利で8ぐらいかな多分。はい、それでは2戦目やっていきましょう。2戦目は終わりでイフリートリーダー、イフリートはねどうしようかなって感じだったんですよね。なんか別に困らないけど対イフリートで、ただイフリートだからこのキャラ引くっていうキャラがパッと出てこなかったんですよね。なんで普通になんかもうフェアリーでゴリ押しちゃったらいいんじゃないって思って、ポセイドンゴリガに二次フェアリーって言ってます。まさかまさかフェアリー砦を狙いに行く。5体もいればね、開幕フェアリー置いてもいいかなと思ってます。なんなら最後ね、剣士とかでフェアリー歩かせて前線に送り込むこともできるし、というわけで砦ね取るために開幕、しっかり大砲を打って、でもポセイドンフェアリーで結構ゴリゴリやる予定ではあるんですけど、とりあえずまずは圧かけていく。でイフリートのね、爆発で結構巻き込まれちゃうんで、あれが消えてからフェアリー置きたいですよね。というわけでフランケンフェアリーしてあげて、ただフランケンフェアリーしたんですけど、パッと思ったのが、ここまで来たらもうポセ行っちゃっていいよな、こんだけキャラいればって思って、これもポセ切ってます。でダミーかもして、まあいい感じですね。で下ね、キャラ来てるんでしっかり押さえてあげて、ああこれはゴレガ行かなきゃダメかなって思って、こっからゴレガですね。でゴレガとフェアリー合わせてあげて、ポセもスキル打つし、前線破壊しに行ってくれてるし、ゴレガも頑張ってるし、さあフェアリーは最後も上に使ってます。しっかりねブルガのね渦潮を避けてあげて、ゴレガ倒して、相手のブルガももちろん倒して、まあもうフェアリーは終わっちゃいましたけど、ここまでいったらもうボコボコっすね。もう相手キャラコスないと思います。後ろからバサカ切ってね、火炎避けしながら前行ってもらおうと思ったんですけど、天才的に相手の火炎を避けるっていうね、バサカが。そのせいでポセイドン食らっちゃいましたまあしょうがない。でこれね、バサカを紹介する理由はフェアリー前に送りたいんですよ。フェアリー前に送ってあげて、もし何かあってもゴーレムガール回復できるよっていう状況を作りたい。まあいい感じにいって、まあしなくてもね、一応干渉なんですけど、確実にね行くために、こっからもう体力マックスまでフェアリー回復続けるんで絶対に負けないですね。というわけで完全勝利、これが4ぐらいかな。はい、続いて3戦目、お相手が魔導騎兵リーダー。魔導騎兵はね、正直なんとかなっちゃうんですよ。今ね環境でキャンプすげえ強いんですけど、魔導騎兵倒すためにとあるね虹バッジを取りました。まあ今回引いてないですけどね、今回引いてないんで、まあそれはまた後々話していけたらいいかなと思います。今回ワイバーですね、魔導を倒すためにワイバー引いてます。ワイバーはね対魔導騎兵すごい有利です。わしづかみでねどかすことができるし、
一撃火力が高いんで、削ってる魔導騎兵をね、わしづかみ成功すれば、ワイバーがもしやられても魔導騎兵倒せます。で、マーミンを上に切ってあげて大砲も出せば、ただまあ取りで取れるかどうかはちょっと正直なんとも言えないですね。とりあえず残念で魔導ですね、1本目なんで早速ワイバー行きましょう。はい、ワイバーマン強い。まあただね、これね、初手でわしづかみしちゃってるんで、このね魔導騎兵、ワイバーが落とされたらまた復活したんですけど、まあそれはしょうがないですね。はい、というわけでいい感じに圧かけて、とりでもね、なるべく削らせないようにしてディケイドでドン、いい感じですね。で、なめこ出されてますけどね、あのなめこでワイバーンが死んでないんで、これがでかい。あいや、対空なめこしかなくてかなり苦しそうですね。まだ耐えてますね。さあ、このね、栽培食らない位置まで引っ張ってからリザードマンでなめこ倒しに行くと。さあ、ディケイドでドン、ただ倒せない。しかも結構削られたんでしょうがない、やられてしまうと。まあ、ここはマーミー切ってあげて、マーミーリザ重ねですね。はい、ダメージ化してさらに吹っ飛ばして、でワイバーンで落とされてますね、決め方されて。まあしょうがない、ここで引っ張って、ここからポセイドンで、ここでディケイドで壁張ってから開けることによって、キメラの横当て食らってないです。ポセイドンのスキル射程で殴ってます。ただその後ね、触られますけど、もうこのスキル硬直中ね、ひらめげんついてるんで全然食らってないですよ、ポセイドン。これすごいね、いいポセイドンですね。いいポセイドンといいディケイド。さあ、これね、もうね、時間も結構経ってるんで、いい感じにわしづかみ成功させて、でさらにね、ここね来るんで、ゴレガにリザ重ねてあげて、これでね、あのゴレガをね、戻してあげるのが大事ですね。ただね、魔導とかも重ねられてるんで、かられる可能性ありますけど、ここでキメラさえ倒せれば大丈夫。そしたらポセイドン前で結構暴れるんで、さあ、いい感じ、ぶっ飛ばす成功して魔導機械が全部奥に行きました。ただ倒しきったけど、かられた。で、これしっかりね、後ろのね、ダミー化させたいんで、マーミーだけじゃ無理なんで、リザードも合わせてあげてます。で、あれ倒して、でワイバーゲー入ってますね。上から下に殴るように第4トリデに、まあ、第3かな、マミー出してあげて、でトリデ取られたくないんですよね。正直あのダミー化してるやつ、あれ結構流れてるんですけど、このバーサーカー止めないとトリデ取られたら結構大変なんですよ。なんでこのバーサーカーだけはしっかり止めます。ナイス、いい感じ、止めて吹っ飛ばして、まあ、神ですねこれ。もうリザードマンのぶっ飛ばしがめちゃめちゃ優秀で、後ろのナメコ放置してます。もう後でいいかなって感じ、干渉したいというわけで、ディケイトとかワイワとか、とにかく流す、とにかく流す、とにかく前へ。干渉できたら超美味しいですね。これあの城のダメージで負けることは絶対ないんで、前に行くしかないっていう感じ。ただね、相手もね、守るの上手いんですよね。もうガチミリなんですよ。あとワンパンなんですけど、守られてしまうと。これが点差8ぐらいかな。はい、続いてやっていきます。お相手がブルドラリーダー。ブルドラリーダーです。で、ブルドラ強化されました。レッドラガールに強くなった。間違いなく。ただ、レッドラガール使ってないんで、正直関係ないですね。で、逆にポセイドンは、一応ね、ブルドラから受けるダメージ軽減入ったんじゃなかったかな。少しだけ。なんで、全然相性不利じゃないっていう感じ。しっかりね、ヌボボ切って。で、バイク見えたんで、あ、これバイクバツついてない、下方2発撃っちゃおうって思って、ヌボボ2体に切り替えてます。第1も剣士1体。なんで、コストはギリギリ節約してる。もう本当にギリギリ。で、ここを取るのすごい上手いんで、注目してください。まず2発撃ちます。これでね、1体残ってるじゃないですか。相手まで取れるよって思ってるんですよ。もう1回大砲撃つんって思ってるんですよね。これやるのが、レドラ。で、全燃やしして、取るで奪うと。はい、こんな感じでトイレを奪っていく。このね、ミセストルデンの時はね、これ結構強いんでおすすめなんで、ぜひね、使ってみてください。さあ、カニがめんどくさいですね。カニ倒せるキャラいないんで、あのこれポセいっちゃっていいんじゃね、ヌボボ生きてる最中にって思って、足を出てきた瞬間にこれでもうポセイドンだろうと思ってポセイドン切りますね。まとめて借りない、まあ、まとめて借りたいですね。ただスキルを打たないんですよね。で、跳ね返しめちゃくちゃっちゃってるっていう。で、ヌボボ早めに出してあげて、トイレも削る。で、出てきたのがまさかのゴーレム。もうゴーレムはやるしかないんで、ゴレガとレドラ、これゴレガ出すタイミングも神ですね。あの相手のゴーレムを、ポセイドンのスキル射程に入れたんですよね。スキル射程に入れてからゴーレガ出したんで、ポセイドンのスキル一発分、一発だか二発だか分かんないですけど、ちゃんとゴーレムに入れてあげてるっていう。ただここでブルドラ出てきて一気にぶち抜かれるんで、このブルドラをどう倒すかって感じ。ゴレガがね、この後抜かれちゃうんで、
まあでもしょうがない、それはいい。さあ、変えられますが、まあ問題ない。ここからポックですね。ポック4連打、これブルドラ触られないじゃんで、このポックゴレガも削ってくれたし、ポックで一気にやる。で、ポックルを倒しに来るんで相手が、それをね、レードラでね、消し飛ばします。4体もいれば超強ですよ。火力やばいんで、もう全部消し飛べる、消し飛ぶ。で、ポックルは1体やられましたけど、まだ3体残ってますね。で、ポックル噛み倒してくれるんで、跳ね返されないんで、いい感じ。で、ケルベが来たんで、このケルベをね、アラレちゃんで抑える。そして、ポックルもいるんで、ケルベは倒せると。ただ、まだケルベいるんで、あと2体いますね。出てないんで。ポックルのライン以外に出されてしまったら、ポックル触りに行けないんで、出てきたら、まあ、アラレちゃんで邪魔しようかなって感じ。まあ、それでプラス10個差マイナスたいなっていうのが正直なとこですね。まあ、1体は切ってます。ここでポックルが行くから、とりあえず様子見ですね。いい感じ。ポックルが行ってくれて、あとは10個貯めてる状態で、勝ちたいと。さあ、ポックルが強いですね。もうめちゃめちゃ頑張ってくれてる。というわけで、10個貯めて、これが3ですね。あの、最低値。1の干渉の10個貯めて3。